俺の似顔絵が描いてて、これ どこからどう見てもクマになってるんですけど、これどういうことですか。息子が早起きするにはどんなアドバイスがいいですか。面白いですよね、親御さん見てるとね。なんでそんなにせかすんかなって思うんですよね。子供って早く起きないといけないんですよ。ほんで早くご飯食べなあかんですよ。ほんで早く学校に行かなあかんのですよ。ほんで早く宿題せなあかんのですよ。ほんで早くお風呂に入らなあかんのですよ。で早く歯磨かなあかんのですよ。で早く寝らなあかんのですよ。なんでって思いますよね。あ、ギリギリに起きてくるから。え、だギリギリに起きたらなんで早くしないといけないんですか。あ、もうご飯食べずに行きなさいって言ってるのに、ゆっくり。あ、これまさかあなたの質問なんですか。クマでしょ。ようこんなふざけた、ようこんなふざけた質問用紙を俺にくれたな。お主だったのか。え、間に合わないといけないんですか。です。なんで。え、遅刻になったらなんかいけないの。やっぱりね。やっぱりね。いや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 、理由聞いてる。遅刻になったらなんかいけないんですか。だんだんね、ひどくなってくると学校の先生から。だんだんひどくなってくるって。だんだんひどくなったんですか。いや、もうね、毎日もう5分ずつこうね、寝る時間が長くなってくるから。やらせりゃいいんですよ。なんで起こすんですか。大体起こさなければいいのに。本当にいいですわ。起こさずにもう仕事行ってごらんなさいよ。子供びっくりしますから。おかん遅いな。誰もいねえみたいな。何これって。そんなのが3日ぐらい続いたら、多分その子は自分で学校に行くと思いますよ、はい、そんなもんです。やらせてみたら分かります。経験なんですよ、全ては。だからやらせてごらんなさい。よく質問があるんです。ゲームばっかりやってね、どうすればゲームやめさせられますかっつって、中途半端にやめさせてるからいつまでもゲーム続けるんですよっつってね、死ぬまでゲームさせなさいっつって。そんなにゲームが好きやったら一回ねってね、もうね、血を吐くまでゲームやんなさいっつってね、ゲーム以外一切禁止ってね、まあ、トイレだけは仕方ないから許してやるけどって、ご飯もいらないね、お風呂も入らなくていい、寝なくていい、とにかくゲームだけやれっつってね。でもゲームわーってやるとどうなるかっつったら、バランスが取れるんです。その後わかります。あの人って満足したらバランスが取れるんです。そしてうまーくそれと付き合えるようになっていくんです。それをね、はい1時間で終わりみたいなことやってっから、いつまで経ってもこの欲求のフラストレーションが溜まっていくんですよ。もうちょっとやらせてくれりゃいいのに、もうちょっとやらせてくれ、またその母ちゃんが意地汚くね、まあ、あとちょっとで終わるっちゅうのに1時間経ったからとかってピーンって切ったりするんですよ。それでね、余計なんか火に油を注ぐみたいなことになる。だからとことんまでやらせりゃええのにね。え、大体そんなことを言う人は子供を信じてないんです。大体ね、そうだったでしょね。いや起こさなければいいじゃないですかっつったら、いやいや、それが5分伸びてとんでもない人間になるって言ってる時点で、なんかさっき私が言ってた話となんかちょっと違ってきますよね、はい、だからやんなさいね。